おっと、はいどうもこんばんは。今日は2019年の8月の25日日曜日23時2分です。よろしく。ごめんね、三脚忘れてきた。どうもよいしょよいしょ、一枠だけやります。よろしく。酔っ払ってます。アイス食べよ、アイス。いただきます。うまい。スーパーカップ。うまいな。こんばんは。うん、ホテル。夏はいらっしゃい。うん、うめえ。久々酔っ払ったわ。うっすー、どうもー。久々酔っ払ったな。普段介抱する側だからなんかあんまり酔っ払わない方だけど、今日ちょっと酒が回ってますね。酔っ払ってますね。どうもー。今飲んで帰ってきたところだね。猫も今旅行行ってんじゃないの。お母さんと今ホテル雑談してるはずだよ。なんか旅行行くって言ってたよ。飲んだ後アイスうまいよね。だからスーパーカップ久々食ったけどめちゃめちゃうまいわ。スーパーカップめちゃめちゃうまい。なんかあれだな、猫まと付き合ってから久々だ。一人で過ごすの久々だ。アイスうめえな。ラクトスーパーカップのバニラクッキーバニラだよ。スーパーカップラクトってなんだろう。ラクトってなんだ。アイス全然食べねえからな。スーパーカップしかわかんねえわ。ラクトっていうアイスがあるの。職員さんいらっしゃい。夏休みももう終わるね。みんな今年の夏はどうだった？いい夏だった。そうみたいなやつだった。マジでマジであんま良くなかったんだ。俺結構楽しんだかな。今年結構楽しんだかもしれない。結構人生の転換期の夏みたいな感じだったね。ラクトはアイスの成分なんだ。クソまみれになろう。いや、ぬいさんが俺が落ちぶれてくのが好きなだけでしょ要は俺がうまくいってんのが嫌なんでしょ、不幸になれ不幸になれって。不幸の方が面白いもんね。わかるよどうしてホテルちょっとね、海はね、一回ね企画で新八丁とかと一緒に由比ヶ浜っていう鎌倉まで行ったね。喧嘩しちゃったけどね、彼女とね由比ヶ浜行ったね。海の家でウェルコンやって、あ、そうだったんだ。へえ、知らなかった。儲かるだろうな、海の家な。観光客いっぱいいて。めちゃめちゃ。久々。一杯目からガツンと来たね、今日ね。普段酔っ払わないんだけどな。久々、なんか酒がガツンと来たね。酔ってるよ。おう、ロビー、ワブツー。お疲れ。もうあと風呂入って寝るわ。一枠やった。みんながさ、34ぐらいの時ってどんな年だった？なんかね、いろいろ起こりすぎててね、34歳濃いね。人生で一番濃かったわ今年。いや、まだなんかあるのかもしれないけど、こんなに濃い年月を過ごしたのは初めてだね、生まれて。34歳ってみんなどんな年だった？生き生きしてる。そう、ありがとうみーやん、いつも見てくれてありがとうね。いや、ターニングポイントだね。2人目産んだ時だ。あ、ロビーお母さんなんだね。いいね、母は偉大だね。偉いね。母は偉大だよ。34大変だった。お姉ちゃんとパコパコしてな。ダメだね。ナンパもんなんでしょ。なんかこう34年生きて、まあ人生折り返しだなって思うんだけど、あっという間だよな。あっという間。すぐ終わるね。儚いもんだな、人の命なんか。これからかな。子供大人だからな。まあでもなんか昔からなんだけど40歳の自分が楽しみだね。どうなってんのか、このまま突っ張れるのか、それとも心折れんのか、34年間突っ張ってきたけど俺も丸くなんないといけないのかなとか思うよね。まだまだあるんだ。あ、そう。10年後には有名監督。まあ有名になりたいとかじゃなくて本当に作品は作っていきたいね。20代とか30代前半ぐらいまで有名になりたいとか成り上がってやるとかあったけど、今ねあんまないんだよね。有名になりたいっていうかちゃんと作りたいね。なんかいい仕事をしたい。いい仕事といい生き方がしたいね。旅行はね一緒に行かなかったよ。デザートうまいな。ごちそうさまです。いやなんかねもう評価とかいいやっていう、なんか評価気にして生きてきたから、それこそなんかねもう評価はいいんだよ。でも疲れた。人の顔色を伺ってなんかやるの疲れちゃって、なんかこうそれで一喜一憂しててもしょうがないじゃん。 あいつに悪口言われたとか、世間ではこう思われてんだとか、なんかどうでもよくなってきたね最近。そうじゃなくて、なんかこう目に映るものとか目の前にあるものにコミットするようになってきたかな。年齢なのかそれは経験なのか分かんないけど、なんかねもうそういうのいいやと思って。わあ一人でのんびりするの久々だね。久々。なんかもともとほらスローライフとかが好きだから、あすまんすまん、三脚すら持ってきてないから申し訳ない。みんな痛かった。痛かった。みんなごめんね。申し訳ない。痛かった。なんかもう周りの評価とかじゃないじゃん、ぶっちゃけな話。そういうのって若い時だけでしょ。だから40代とかいい感じで仕事をするための準備ができてたらいいかなと思うけどね。でもまだあと人生倍あると思うと長いよな。まだ半分だもんな。もういいや、濃かったから。結構濃厚だったからな。ちょっと行き急ぎすぎたね。あと 0.5 懸命に生きてる。ゆっくり急いで生きてる。ああなんかわかんねえもんだよな人生って。でもねなんかねガキの頃思い描いてたね自分になってるから、まあ、そういうもんなんだろうなと思うよ。なんか子供の頃想定してた通りになってるから、もっとね、だったら風呂敷広げとけばよかったなとか思うよね。まあ三つ子の魂100までとか言うけど本当だよね、あれ。楽しむこと大事だよね。すげえ大事だと思う、俺も苦しいけど、まあ金銭的に言ったらどんどん苦しいけど、なんかね楽しいんだよね。すごい不幸ではないね。全然不幸じゃないね。なんかこの感覚不思議だよな。幸せだけど貧乏っていうね。一回ぐらいね100万200万とか1億とか稼いでみたいね、札束を。なんか楽しいね。何なんだろう、危機感がないのかな。すげえ楽しいよ。金はないけど、でもいつかね、なんか猫まのお母さんとか猫まにいい思いさせてあげたいなと思ってるけどね、本当に。猫ま喜ばせてあげたいけど、まあ俺と付き合ってる限り安心はないだろうな、猫まにはな。分かってて付き合ってんのか分かってねえのか分かんないけど、しっかりしてるようでしっかりしてねえかな、猫まな。難しいとこだよね。どうだろうね、1000人になるのも夢だからね。なんか若くて悩んでる子とかいっぱいいるわけじゃん。その子たちにね、なんかほろっとね一言言って、こう大丈夫だよって言ってあげたいおじいさんになりたい。1000人みたいになりたい。1000人、大丈夫だよ、ただ生きてるだけだから、でただ死ぬだけだから、もっとリラックスしていいよって、楽しみなって。楽しむために生まれてきたからね、俺らはね。辛い思いするために、出家の可能性はないかな。仏門は叩かないと思うよ、仏門を叩くっていうことはないね。ただまあ仏教的には生きたいとは思うけど、そう、なんか今年老けたよね俺。おでこも広がったし、顔のシワとかクマとかすごくない？なんかね今年は老けたなって思うね、すごい。去年までのタイムシフトとか見ると若いなって思うもん。急激に老けたね今年は。なんか若さがなくなったね。老けたよね今年ね。まあいろいろあったかんな。まあいいんだよ、男なんつうのは女のために寿命を削るのが男の仕事だから、それでいいと思うよ。いや今年はほんと転換期だったな、人生のな。多分振り返っても33のこの3月からの流れっていうのは、まあ濃い人生だなと思うね。まだ諦めてないけどね。こだわりはなくなってきたけど、まだ諦めてはないよ。よく泣いて、よく笑って、よく苦しいんだよ本当に。もうそろそろ報われてもいいかなと思うけどね、まあでもね、それもまた人生だからね。うまくいかないのも人生だから、うまくいくのも人生だし、まあね、でこまちゃんとねこう付き合って仲良くやってんだから、いい人生だよ。悪くないよね。悪くない、全然。よく探しに行ったね。もうね、じゃじゃ馬だね。あんな女の子と、いやだからああいうタイプの女の子付き合ったことないから、結構その大人っていうかさ、なんていうの、女性的っていうか、おとなしい子っていうか、大人な人が多いから、だからこう、なんつうんだろう、もうじゃじゃ馬だよね。ああいうタイプの女の子付き合ったことないからびっくりしてるよね、自分でも。あ、こういう子選ぶんだと思って、こういう子好きになるんだなっていう、びっくりするよね、やっぱね。ね、年齢的にもこう若い人ってどこに惹かれたんだろうな、不思議だよな。なんかね、うまく言葉にできないんだよね。昔なら切れてたどころか、とっくに別れてると思うよ。昔だったらもう速攻別れてると思う。もう一発目で、あ、もう無理だわって言って。何なんだろうな、なんか不思議だよね。昔なら切れてたっていうか、多分ね、ネコマを選んでないと思うね。オフパコして終わりじゃん。付き合おうと思わないだろうね、多分ね。年取ったんだろうね、多分ね。不思議だよな。いまだによくわかんないもんな、言語化できないもんな。はい、こんにちは。海宝に怒鳴り散らしてたよ、本当に。海宝なんか配信やめちゃったみたいだよね。海宝もう配信やめて普通にリスナーやってんのかな、どうなんだろう。まあ、幸せにやってればいいと思うけど、いやー、もう自分の人生もう一回やれって言われたら、もうやりたくないよ。もうお腹いっぱい、俺はもういいやって。願えば必ず叶う。そうだね、本当にそうだよね。いやー、望んだら叶うんだよね。そうなんだよね。途中で諦めちゃうだけなんだよね。あ、放送してるんだ。やめたって聞いたけどな。やめてないんだ。猫マン今枠やってんじゃないの。じゃあ皆さんお疲れ様。俺は今日寝るわ。もうまた明日。みんないつもありがとね。おやすみなさい。猫マ多分枠やってるから、猫マの枠でも覗きながら俺寝るわ。おやすみ。おつおつ。みんなもいい夢見てください。お疲れ様。おやすみなさい。おやすみ。ゆっくり休んで、また明日頑張りましょう。いい日にしましょうね。バイバイ。